人から持続可能な地域づくりには地域循環共生圏の考え方が重要で、地域循環共生圏は言い換えると地域で SDGs を実践することだと聞いたけど、 SDGs って確か国連が提言した持続可能な開発目標という意味だったはず。でもそれが私たちの生活や地域と何の関係があるんだろう。あれ？あそこで何かボードゲームをしてる人がいる。すみません。実は今ボードゲームを通じて SDGs について学んでいます。これは一般社団法人未来技術推進協会が開発したボードゲームで、 SDGs に関する取り組みの事例を分かりやすくかつ楽しみながら学ぶことができます。あなたも SDGs について一緒に考えてみませんか？ぜひ教えてください。SDGs は誰一人取り残さない持続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通の目標です。2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した持続可能な開発のための2030アジェンダの中で掲げられました。2030年を目標達成の期限とし、17のゴールと169のターゲットから構成されています。つまり誰一人取り残さない社会を実現するために達成するべき目標ということね。ここでは全てのゴールについての詳細な説明は行いませんが、17のゴールは地球環境や気候変動など地球規模で取り組むべき環境アジェンダ、貧困や飢餓、教育など社会面の開発アジェンダ、エネルギーや資源の有効活用、働き方の改善など、すべての国が持続可能な形で経済成長を目指す経済アジェンダといった世界が直面する課題を網羅的に示しています。とりあえず、目の前の課題を一つずつ解決していけば、いつかはすべての目標が達成されるということよね。ここが SDGs の勘違いしやすいポイントです。ではここで一つ頭の体操をしてみましょう。手を洗うと象が死んでしまいます。これはどういったことがつながって起きるのでしょうか？もう少し具体的に言うと、人と地球に優しいという石鹸がありました。これを使うことで自然環境の破壊や動植物の絶滅につながっていました。人と地球に優しい石鹸が自然環境を破壊して動植物を絶滅させている？全然関係ない気がするけど。人と地球に優しいを意識して作った商品ですが、環境に悪い活性剤という材料を使わない代わりにパーム油を使っていました。そのため商品が売れるごとにパーム油が必要になり、大規模なプランテーションを行いました。その結果、自然環境が破壊され、ゾウを含め様々な生態系に影響を及ぼし、動物の絶滅につながりました。他にもプランテーションでは、事情を知らない子供が劣悪な環境で労働を強いられる、農薬の影響をあまり理解しないまま使うことで農家の人々の健康を害するといった多くの悪影響につながっていたのです。商品を買う側は環境にいいと思って買うけど、実は環境に悪影響があるとか、子供の労働問題とか、いろいろなことにつながっているんだ。全然知らなかった。今の事例を17のゴールで示すと、
達成されたゴールがある一方で、負の影響があるゴールもあることが分かります。このように、何かを得ると別の何かを失う関係をトレードオフと言います。SDGs の達成には、トレードオフがあることを理解した上で、一見両立しそうもない二律背反を超え、新たな価値を生み出していくことが重要です。この図は SDGs のウェディングケーキ図です。この図の通り、環境が社会を支え、社会が経済を支えており、環境が崩れると社会が崩れ、社会が崩れると経済が崩れることを示しています。つまり物事を一面から見るのではなく、社会、経済、環境の3つの側面から考えていくのね。そして一つの課題を解決すると、いろいろな部分に影響を及ぼす。だからトレードオフを踏まえて複数の課題を同時に解決していくことが必要なんだ。とても大変だけど、だからこそみんなが行動、協力していく必要があるのね。 SDGs のポイントとしては3つです。 1. 3つの側面から課題を同時解決する方法を考える。 2. 課題を多角的に捉えるため視野を広く持つ。 3. 政府だけでなく、あらゆる組織、個人が取り組む。地域循環共生圏の考え方で、地域循環共生圏はローカル SDGs、 地域での SDGs の実践と言い換えることができると言っていたのは、この SDGs のポイントを踏まえた上で地域の課題を解決しないと持続可能な地域づくりにつながらないからなんだね。さて、次回は実際に地域循環共生圏づくりに必要なアプローチとプロセスについて学びましょう。